ここは大高、大高の男の店。今は会津フロンティアを、はい、ありますね。ミッチさっき好きって言ってたじゃないですか。はい、これに刺繍入れたいですね、本当に。入れたいですね。ミッチーのミーとか。今これ流行ってますよね。ボア。僕結構ボア、あの大人気すぎてもう在庫がないんです、はい。全然入ってこないんです。お疲れ様です。お疲れです。はい、次はもうちょっと現場のプロ。そう、現場のプロ。ミッチー。足場のプロにね、ちょっと工具について説明してもらおうと思って。もうでもこっからバーっていくんだったらさ、はい、スケールってめちゃくちゃ大事です。はい。スケールってめちゃめちゃ大事なんですよ。はい。このやその安いって言ったらね、はい、言い方したらおかしいかもしれんけど、はい、まあちょっと使いやすい手頃版ですね。そうそうそう、まあね、まあ、値段もまあ398円 で、はい、で曲がっちゃうんですよね、結構。僕らでその家の高さとか、はい、結構あの上5メーター6メーターまで測ったりするんで、はい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 、当てて測るんですよ、ここ壁にね、はい、あ、これ壁だとしたらこうやって沿わせてですね、沿わせてあれするんだけど、はい、風がついてこう折れ て倒れちゃうもんで測れないってこと、まあ、スケールって結構僕、はい、やっぱガッチリちょっと高いやつ使ってるんですよね、はい、ちなみに僕のおすすめこの田島のマグネットの、ここにマグネットがついてるもんで、はいはいはい、磁石が、はい、くっつくんですよ、くっつくんですか、分かった。足場の部材で距離測るときとかに縦地とかに、そうそう、縦地とかにこうカチッとくっつけて、はいはいはい、こう伸ばしていって で距離測れるんですよ、これ。ちょっと元手って言わんくていいですもんね。言わんくていい。まあ大体ここに引っ掛けるんだけど。はいはい。常に、まあ、そう、常に引っ掛けるんだけど。はい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 。まあたまに、まあ本当にめちゃくちゃたまになんだけど、ネジとか落ちた時にこうカチッと取れるから。それいい。そうそうそう、あのポリカのね。そう、ポリカのネジとかね、よく外すんで僕ら。はい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 。この 7.5。 そんな長いのがいるんですか。家とかでも、はい、基本的にまあ5メーター6メーターぐらいですよね。はい。だけどちょっとね、基礎がガーンと下がっとって7メーターぐらいのところとかもあるんで、あの軒先までってことですね。そうそう、軒先まで、天井まで測るときに 7.5 だと、まあいろいろちょっと、ね、活用できる。あ、なるほど。あ、こういうのよく見ません、なんか足場のなんかこうカラフルな人もおれば。これなんですか、これ。カナビラって言うんですよ。これは何に使うんですか。三連やね、こういうなんか、はい、まあ、眼鏡とかね、はいはいはい、まあこの番線カッターとか、はい、まあ、そういうのをこう、はい、カチッてつけて、はい、これもこうカチッてつけて、はい、まあこれなんかすごいんですけど、はい、もう普段こういう風に取らない、取れないですよ、なんかちょっと難しいんですけど、はいはいはい、こういう風に取らないとね。だけどこれってこっちに返しついてるんで、ああ確かに、これこれ見ると分かるけど、ここにね、返しがあるってことですね。このここに返しがついてるんで、はい、このまま抜けるんですよ。ああ、ただってことは両手じゃなくていいってことですか。片手でいけるっす。あ、いやいや、そのもともと抜く時も片手なんですけど、こうやって、はい、この手間がないんですよね。こうそのまま抜けるんで。それはもう見ずにできるってことですか。見ずにできます。もうそれこそ勝ち上がる、もう職人はもう。あ、こういうのは結構みんなこだわるとこですね。こだわる、一番多分こだわるとこじゃないかな。ハンマーとか出すとかでもカチャカチャカチャってやったらもう遅いですもんね。そうです、そうです、そうです。まあいろいろつけれるっすもん、このカナビラって。インパクトとかも、はい、インパクトって結構なんか、はい、そのままかけてやるタイプだと思うじゃないですか、はい、ベルトとかに、はい、じゃなくて今もこうやってインパクトホルダーとかっていうのが出てるんで、はい、インパクトの後ろにつける。これなんでつけるかって言ったら、はい、こうカナビラにつけれるんですよ、インパクトが、はい、カナビラってここにカチャンって、はい、そうすると楽ですよね、わざわざ持ったかんでいいんで、インパクト。ああ、そういうこと。ここにつけて、こうインパクトがここにぶら下がってるみたいな。はい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 。ちなみにミッチはそれ使ってるんですか。これ使ってます。ミッチ愛用のそのカナビラはどれなんですか。まあ、これですね、ミッチから。これいいんですよ、これ結構本当に、はい、これ僕左につけてるんですよ、右と左で分けてて、はい、僕右利きなんで、はい、右でハンマーとか持ってるんですよ、はい、ハンマーとシノ、はい、右につけて。左でこのデカチビの理由が、あの水平器ってあるんですよね。デカチビってなんです？なんかこの、あ、大きさが違うんですか？大きさが違うんですよ。そういうこと。やっぱりこのここにインパクトとかつけたりしたいんで、はい、でもインパクトつけるところを大きくしたいんですよ、僕。はい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 。ちっちゃいと、はい、絡まって取れない時もあるんで、はい、両手使わないと。それは嫌なんで、はい、でこのちっちゃいところに水平器をこうやってかけるんですよ、カチャンって。あ、で水平器とインパクトがつくようにつくようになってるみたいですね。で、まあいろいろ、まあここ、その他にもつけれるんですけど、なので、まあデカチビ、デカチビ、まあ、基本的にはもうちっちゃいところに水平器はもうここだけです。もう必須、必須が速さの秘訣。爆速への道ですね。爆速はやっぱ道具から違うんですよね。道具、デカチビっすよ、爆速は。品揃えがめちゃくちゃありますもんね。あるっすね。ちなみにこのハンマー刺しとかね、ハンマー刺して、ハンマーを入れるんですよ、ここに。これがいつも腰でカチャカチャってやってるのが、そうそう、カチャカチャカチャなってるのがこれなんですよ。はいはいはい、はい、これでももういろいろなんか種類があって、これ重さも、まあ、こういう風なみんなつけとるんですけど、これか、なんていうんだろうな、ここ、これ。あー、それよく見ますね。このスポーンって入れるタイプのやつ。
か、もう一個はもうカナビラってここにハンマーをつける時もあるんです、はい、ハンマーをどうやってつけるんですか。このカナビラにハンマーなんてつけれんじゃないですか。ハンマーですよね、はい、ハンマカンマ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 あ、そうじゃなくてで、か、まあびっくりした。もう一個普通のハンマー持ってきてもらっていいですか。はい、まあ、こういうタイプ足場ハンマー、こうカナビラにつけれるタイプ、はい、と、まあ、これ普通 の、 あのハンマー、はい、よくみんなが使う、まあ、普通のハンマーだと、はい、サイズもあるんですよ。このハンマー差しっていうんですけど、はい、ハンマー差し自体もサイズがあって、はい、0.7、0.9、1.1 っていうサイズがあって、はい、でもう小さいやつには大きいやつ入らないんですよ、はい、でちょうどいいやつをハンマーの、ハンマーのこれサイズで違うんですか。そうです、ハンマーのサイズですね。 1.1 キロっていうのがやっぱちょっとでかくなるんですよ。あ、このハンマー、この頭が、頭がちょっと大きくなっちゃうんで、はい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 、こうね、こうやって入れるタイプ。あ、そういう風に。あ、だから落ちないんですか。絶対落ちないですよ。抜けない絶対。こういう風に立ててから、立てて抜く。これをいつもやってるんですね。足場ハンマーはカチャ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 。こうやってね。かっこいい、かっこいい。ガンマみたい。まあこのタイプと、はい、左利きだったらどうするのって時もあるんですよ。はい。なんと左利きも出てるんですよ、ちゃんと。あ、向きが違うんですか。そうそうそう、左利きを、はあ、やっぱ自分の利き手の方につけるんで、ハンマーとか、はい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 、一番使いやつは、まあこう、この入れるタイプと、はい、あと今、最近流行ってるのが、はい、ここにつける、うん、こういうのが最近流行ってるんですよ。絶対落ちなさそうですね、これは。絶対落ちない。あ、うまい、取るの。こうやって、あ、いちいちここに指でこうやって押すわけじゃないんですね。押すわけじゃない、ガチャって。もう基本的にも片手で取るんで、みんな、はい、でこう引っかかっとっても、はい、こっちに押してこうやって、はあ、そういうこと。だこういうタイプが今流行ってますよね。で今人気なのがこれ上についてるやつがあるんですけど、はい、それがすごい上がりで、そしたらでもそうですよね、つけた時にこういう風じゃなくてこうなるってことですもんね。そうだね、こうカチッってこうつけれるんで、こっちに、はいはいはい、こういう風にカチカチって。そうです。あ、かっこいいですね、こっちの方が。うちの爆速なんかが使ってますね。ちょっとハンマー見せてくれ。これ要請、これ自分で作ったの。そうですね、友達で作ってもらった。あ、友達です。うんと、で、それなんだ。あ、なんでそんなことやるんですか、いちいち。あの、やりやすいのと、うん、落ちないですね。あ、登ったり降りたりしとるときに、このタイプだと、うん、こうやって上がっちゃうと絶対落ちるんですよ。ああ、これだと落ちないんで。あ、そういうことね。もう絶対にもうリングの中に入ってるもんな。はい、お前チャック全開で。高いんじゃないですか、それまた。いや、もうあの自分たちで溶接してるんですよ。やっぱ、はい、もう自分たちで溶接してるんですよ。あ、ここにですか。このハンマーにこういう風に溶接してカチャンってつけて改造するわけですか。改造するっす、みんな。すごいな。みんなやっぱもう自分のやりやすいよ、やりやすいようにやっぱ道具作ってますよね、はい。これも今薄いやつがやってるんですけど、僕最近知って、はい、この薄いやつ、はい、なんとあのさっき言ってたカナビラにつけれるんですよ。はいはいはい、全然違うんですけど。違うね、全然。カナビラにカチャンカチャンつけれるんで。あ、引っかかりが少ないですもんね。 その分の厚みが出ちゃうから。厚みが出るんで、これはもう入らないんですけど、はい、これは入るんですよね。またそれも自分の腰道具で選択して、腰道具で選択して、もうチョイスでカスタマイズして、ね、今入りなのがこれですよ。田島、田島、田島って何でもいいですもんね。僕もカッターとか結構使うんですけど。で、これ 何が人気って言ったら、はい、これ取り外しができるんですよ、後ろ。これよくスケールのやつとかで見ますよ、ね。あ、見ます見ます。カチャってスケールの、このカチャって、はい、これ取れないかな。取れるんですけど、はい、これもまあ組み立てとバラシってあるじゃないですか、はい、僕ら、はいはいはい。でもバラシの時とか邪魔なんですよ、別に。こう後ろにつける必要がないんで。じゃ逆に組み立てなんでこれいるんですか。組み立ての時とか、あの、もう人によるんですけど、まあ、水平器入れたりとかスケール入れたりするんですよ、はい。もう水平器をここに入れてスケールここに入れたりして、はい、ダウンでつけてるだけであって、解体だったらハンマーとラチェットだけで。そう、ラチェットだけです。もうあと別に測ったりしないんで、解体の場合は。で、安全帯からいちいちこうやってあの分解して、これ取って取って、また絡みのつけ直してとかはしなくていいから。そう、しなくていいんで、カチャカチャで。なんでもうそのついとったらもうそのままでいっちゃうじゃないですか、はい。でやっぱ狭いとことかあるんで、狭いとことかやっぱこういうのをもうつけちゃうと、はい、もう無理やりこうゴシゴシやりながらいかなかんもんで、まあ家も塗ったばっかの家も傷ついちゃいますし。そういうこと、ね、そういう時にこれがあると、これカチャって外したらもう何もない。めちゃ便利ですね。ハンマーとなっちゃうだけなんで、これめちゃくちゃおすすめだと思うんですよ、まあ、民間とか特にやってる方なんて。あ、もうここら辺なんかもう定番じゃない、飛びとかね。めちゃかっこいい、まあ、ハーネス、うん、もう今はもうこういうタイプが流行ってるんですよ。やっぱリール。そう、リール。
引っかからないんですよ。はい、こう背中からこれぶら下げるんですけど、ハーネスっていうのは、はい、あ、じゃあこれちょっと、そうそうそう、こうやってぶら下げるタイプで、はい、ここにもともとぶら下がってるんですね。ぶら下がってるんですよ。でこうやって前にこうつけとるんですけど、はい、おお、これもう引っかからんじゃないですか。引っかからんすね。これ後ろ向いて、向いてもらっていいですよ、はい、引っかからんじゃないですか、はい、もうで伸ばすときだけこうやって伸ばしちゃいいんで、こうやって自分でこうやって引っかかるときに、はいはいはい、だけどもうこういうなんていうんですか、もう一個の方のタイプあるじゃないですか、はい、これやっぱ長いんで、あーこれがビヨーンってビヨーンってなるんで、はい、こうやってつけとっても、はい、引っかかっちゃうんですよね。ここでピタッとならないんで、はい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 、なんかちょっと出とったりすると、あーここに遊びがあるから、そうそうそう、遊びがある分、あ、そういうこと、かかっちゃうもんね、危ないね、それは。これはなんかでも腰当てっていうね、あー安全帯の元になるとこですね。そうっす、僕これ違うんですよ。あ、でかい、いや、でかいんじゃない、これ腰フィットするんですよ、腰がこう、はいはいはい、これセットガールも腰あんまり使わないですよ。ミッチーが選べたら大体高いですね。え、絶対高ければいいと思ってるでしょ、ミッチー。違う違う、これも多分2900円でしょ、これ5600円だよ。違う違う違う、一つ言っていい、うん、まあここないんですけど、まあ、メッシュのやつがあるんですよ。僕らは本当に足場、そのまあ日本人何におった9人か、はい、それぐらいあるんですけど、8人ぐらい、まあ、一緒のやつ、みんな、なんで、なんでかっこいいのと、軽いんですよ、これより軽いんですよ、もっとこれ持ってください、これより軽いですよ。これとまた同じメーカーなんですけど、もっといいやつつけとるんですか。いいやつじゃないですよ、メッチで、まあ、みんながまあ気に入るやつじゃないですか、はい、これもマジックテープがあるんで、はい、マジックテープでパチッと止めれたりとか、はい、それではこだわりがあるんで、結構はー、また細かいとこっすね、これもまた細かい、細かい、こういうのでも全然違うんですか、腰への負担が違うんですか。そうそうそう、エアが入っとるとやっぱその腰への負担がね、ちょっと軽減されるっていうか、腰の上でその全部この安全テープ全部つけたら重さ結構しますもんね。トンぐらいじゃない、トン、トン1トン2トンの、ね、そうそうそう、トンぐらい、そうです、すいません、俺聞く相手が間違えましたすいません結構、まあ、僕もその重たいですけど、いくら、まあ、どれくらいっていうのは分からんですけど、はい、なんで今このハーネスとかさ、はい、そういうのがあるんですよ。肩で消耗で腰に負担来ないんですよ。それ1日ずつつけとったら重たいですもんね。なんでもうなんか、まあ、肩は重いですけどね、腰に負担あるとなんか足もこう重いじゃないですか。重いですね。でも肩が2も負担かけた時点でもう本当にもう現場でもこうやってね、こういうことができる。ああ、そういうことやってるんですか。そう、あの建設現場で。そう、建設現場では、僕はまあ普段叩いてください、叩いてください、これなるほど、はい、こんなもんですか。そんなもんやね、作業着は見たんで。めちゃくちゃあるっすからね、やっぱり本当にすごい、うん、品揃えは本当にすごい、うん、時間何時間おる。結構おる、本当にもう職人の店来ると時間忘れちゃうんですよ。ホームセンターと職人の店、あー確かにワークマンとか忘れるっすね。もう楽しくて、ただの、だって何時間、もう2時間だってあの金びらだけでどんだけかかってたんですか、マジで。多分30分ぐらい。長えなと思ってたんですよ。あ、長えな好きなんだなと思って、やっぱすっきゃね。あんた、もう笑ってくれもういや、求めてないけど何も反応してくれもんさ。でこの辺でじゃあちょっとこの辺で締めよう、はい、締めよう。じゃあちょっと前編後編でちょっと2分になっちゃったんですけど、はい、職人の店、はい、男の店でしたっけ。男の店ですね、はい、男の店、はい、結構本当品揃えもねめちゃくちゃいいですかね、多くて、本当のさっきの金びら1個でも何個でもあって、はい、ね、ハンマー1個でもいっぱいあって、ずっと喋れるっすもんですよ、ね、ここだったら時間忘れちゃうぐらい、時間忘れちゃう。で、店員さんも本当気さくな方で、そう、もうすごいまま喋ってくれて、もう本当助かりましたね。助かりましたね、本当に、はい、まあいろいろ教えてもらいましたし、そうですね、うん、なのでまあちょっと動画長くなっちゃいましたけど、はい、またちょっといろんなとこ紹介できたらいいですね。そうですね、はい、現場以外でもこういうの紹介、はい、現場に関するものを紹介していきたいと思うんで、はい、ぜひよかったらまたチャンネル登録といいねだけよろしくお願いします。お願いします。また見てね。